ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。再放送を聴きの皆さん、こんにちは。梶川です。岩尾です。嘘です、川田です。もうこんな感じでやっていこうかなと思うんですけど、今日は岩尾選手が不在ということで、はい、川田選手に代打です。てます。こんにちは。こんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。よう。とりあえずじゃあゲストを紹介させていただきます。源太です。こんにちは、ゲンタです。お笑い芸人良かったですか？いや、違います。喋ってね、今日。はい。今日、ケン君いないんですけど、はい、もうだから、なんだろうな、ニュースとか、正直僕の技量じゃ掘れないんで、うん、ニュースはもうほぼなしで、はい、諦めるんですね。もう諦めます。もうここにいつもパソコン置いてあるんですけど、ないです。諦めて、はい、もうほぼフリートークで進めていきたいなっていうふうに思いますんで。大好きです。いける？味でやるか、はい、はい、そんな感じでいきたいと思います。いきましょう。よろしくお願いします。お願いします。さて、じゃあ早速ですけど、もうちょっとマイク置いてるし。ちょっと頼むよ。あ、大丈夫ですよ。で、早速ですけど、どうやっていこうかな。ちょっと待って。どうぞ。いつもどういう風にやってる。質問いっちゃいますか？じゃあ質問いきますか。質問いかせてもらいます。いつもはちょっとね、これどういう風に進行してるかもう僕も忘れました。忘れ、何回なんですか？ケン君いなくてちょっとテンパってます。いつもどんだけリラックスしてやってるかっていうのがバレてますよ。司会進行全部ケン君で、はい、はいしか言ってないんで。ちょっと助けてください。はい、お願いします。じゃあそんな感じでいきましょう。さあ、じゃあじゃあもう質問をガンガン答えていくっていう感じにしましょうと思いますので、じゃあもう最初からいきますか。はい、川田選手への質問からいきますわ。はい、川田です。質問1の1って言っちゃった。ラジオネーム転覆親父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ボートレースが好きなのかな。そんな感じでもう全然言ってていい。転覆、うん、川田選手の熱いプレーにいつもワクワクしています。川田選手、今シーズン開幕直後はなかなかゲームに出れなかったですが、何が原因だったのでしょうか。最近の活躍ぶりを見ていて、どうしてシーズン最初は出場機会がなかったのか、すごい不思議ですと来てますけど。あ、これはね、川君は逆にじゃあ川に聞こえんよ、お前に聞こえん。はい、あ、その第三者で、ね、客観的に見て、体が重そうでしょ。これ一緒に体重、身長178ぐらいですか。7ぐらいで、体重も90キロぐらいあるんじゃないかっていうぐらい体が重そうでしたね、最初彼は。どうだ、それは。嘘です。体重はさほど変わってないし、コンディションは良かったね。初めて見てびっくりしたんかな、ボツさん。そう、見慣れてきたよ。ちょっと嘘です。だって違うって。違う、うん、はい。まあ、これは、まあ、プロサッカー選手だったらみんな移籍してチームのスタイルが変わってる、うん、で、徳島やと特に他のチームと比べてもスタイルがこう、うん、濃いチームなんで、うん、そこにまあヒットするまでに時間かかってしまうのはまあ僕も考えてたことなんで、うん、どうしてという、まあ、移籍してきたからっていう理由しかないかなと、はいはいはい。まあ、そもそもそんな言ってしまえば徳島のスタイルの真逆のようなプレーばっかりしてたんで、僕はまあそんなに移籍してきてすぐは出れないよねっていうぐらいで感覚でいいと思います。なるほど。じゃあ別にコンディションが悪かったとかそういうわけじゃなくて、うん、そうですね、自分の中でも動けてたし、うんうんうん、でまあなんか絶対出れないっていう感じでもなかったし、うん、まあ、いつか来た時にしっかり活躍できるようにしようっていうことしかなかったんで、それが町田の一発。そうですね、あれすごかったね。スタメン2回目かな。ねえ、後ろから見てめっちゃ気持ちよかった。俺が一番気持ちよかったっす。確かにすごかったもんね、うん、あれすごかった。それじゃあそれ関連だけど、新潟のサポーターの方からもすごい、はい、質問というかいろいろたくさんもらったんですけど、新潟サポからペンネーム新潟市長さん。お前新潟市長ちゃうよね。本当だったらすごいね、うん、新潟サポです。川ちゃん、なぜ徳島に移籍したのですか、うん、来てますけど、戻ってきてほしいとまで言われてますけど、ね、まあ戻ってきてほしいとか言ってもらえるのはすごい嬉しいことですね。うん、これなんで、まあ、他に何かあったの、別にそういうわけじゃなくて、まあその新潟、ま
言ったら先に言ったみたいにスタイル的には新潟がすごい合ってて、うん、で徳島は自分があんまりやってこなかったスタイルのサッカーで、そこが一番大きかったですかね。自分がそれだけでやっていくのか、うん、他のプレーの幅を広げたらもっといい選手になれるんじゃないかっていうので、チャレンジの気持ちが強かったですね。全然残留っていうか新潟でやるのもありだったし、とそうですね、新潟はもう環境も良かったしすごい楽しくプレーしてたんですけど、まあ、さらに良くなる先のことを考えて、こういう徳島っていうチームで活躍するとか、プレーの幅を広げることができたら、うん、もっと自分にとっていいんじゃないかなっていうので、かなり悩みましたけど、なるほど、徳島に来ました。どうそれで充実してる、まあ、そうですね、そのやっぱ違った、あ、全然違います。やっぱりフォワードの求められることってのは、うん、もうほん180度違うぐらい。そんなにそんな全然、だからなんて、充実はしてるんですけど、え、それってね、攻撃の部分、守備の部分、両方両方ですかね。細かいところで言ったら全然違いますねだからその実際その出てない期間も長かったし、かなりきつかったけど、総合すると充実してるっていう、そのしんどい方が頑張れたし、その出れてない時期とかさ、あったじゃん、はい、きつかった言ってたじゃんきつかったですね。全然なんかそんな感じしなかったよ、なんか周りには。なんかあ、まあそうですね、そう出さないじゃんあんまり、うん、なんかいつもニコニコしてるカードがすごいニコニコしてるイメージしかないんだけど、ベンチ外からふざけんなよっつってバカーっつって頑張るかっつってそんな感じのイメージだったんだけど、まあ、うん、落ち焦りはあったじゃん、全然焦り、まあ出たらやったるぞぐらいの。そうですね、逆になんていうんですかね、出ない期間が長くなればなるほどこう、うん、高まってくるタイプですかね、出たらの方で。そうですね、それがだからそれこそなんかなんていうの、全く見られてない感じとか、うん、使われない感じをが伝わるとやっぱ落ち込むかもしれないですけど、うん、そういう感じではなかったんで。なるほどね。聞いてる？あ、聞いてます。お前聞いてる？すごい聞いてます。本当？はい、びっくりした。素晴らしい。全然。いや絶対聞いてないじゃん。ちょっと真面目な話よりは、真面目耳に入らないから。真面目やめよう。ふざけた方がいいかもしれない。今日もケン君いないからもうそんな勝手にいらないっすよ。やめようか。じゃあやめよう。ふざけるやつにします。ふざけるやつにする。ふざけるやつなんか。やんまないっすね。ないずっと見てたじゃん今。あんまないっす。話も聞かんと神も見てなかったの。やめてよ、なんかケン君いなかったらすげえつまんなかったみたいに言われたら俺嫌なんだけど。大丈夫です。頼むよ。これはこれで絶対おごらん。俺の感じは楽しいもん。本当？大丈夫？大丈夫かな？めっちゃ心配してたんですよ。大丈夫ですよ。大丈夫かな？怖くなってきた俺。じゃあ本当、真面目な質問いくわ。へい。いくんかい？真面目な質問いくよ。来た。元太に聞くわ。俺か。ボルティスで一番歌うまな選手は誰？はい。はい。ボルティス一番歌うま。あのペンネームコッコさんがね、すごい、聞いてくれてるんですけど、はい、ボルティスで一番歌うまな選手は誰？ああ、カラオケってことですか？まあだろうね。カラオケ？花丸ではないよ、花丸な。カラオケだったら、うまいのは。そんな真剣に考えてくれる？パって言うやつじゃないの？え、カラオケはそんな真剣に考えなくていいんだけど。いや、カラオケは…聞いてますボルティス一番変人は誰みたいな、ちょっとね、あの違う方向で言って、あこれね、うん、ある俺結構、お前変なやつだと思ってるけど、いや、これはもうあれじゃないですか、この感じだったら、あ、みんながじゃあマイクどっか行ってるって変やっていうのが当たり前じゃないですかただ結構ガチめの変なやつ、うん、やばい系ですか、くれる、まあ、大勢とかでもやばい系で俺とか、まあ、ゲンといっぱいなんか喋るし、なんかおかしなこと言うから、もともとやみたいな。だけど、ガチのは大勢でしょ。大勢、まあ大勢変わってんね、確かに。変やて。変やて。変やて大勢は。俺が見る限り、お前も結構。いや、もうダントツっすね、はい。ここと一緒にいるじゃん。カナタとかと、ウッチとかと、コウキとか一緒にいるやん、うん。そこを知らないからさ。いや、そこでのゲンとだって全然でしょ。もう、ダントツっす。ああ変とかいうレベルじゃないっすもん。
なんかお前すごい人に言われたら全然喋らんないよね。うん、いじんの大好きやけど、いじられた時の弱さがすごいよね。防御力マジないよね。防御力ゼロ。攻撃バーってして、なんなんあれ。どうだろう、続けてる。行けるところに行って、ちょっとやばいとこから来られたらもう全然何もできない。こっちに行って。そうですね。今もこんなに。なんなんそれ。ずっとそうなのお前。まあ、ずっとそうっす。ずっとそうなの。ずっとそうっす。俺の話されたら、うん、もうちょっとお前の話しようじゃん。いじめます。いじめる。いつもやってる感じ言ってよ。ガンガン言ってるでしょ。ゲンタの質問、ゲンタの質問結構来てる。ないでしょ。だからゲンタを主役にたくさん来てもらって来てる。好きなところっていうのは絶対無理やから。この一応紹介、タケル担当、ペンネームタケル担当さんの。タケルが好きなのかな。ありがとうございます。川田選手、表原選手に質問、お互い好きなところを教えてください。あるんですけど、ないんで僕はゲンタの好きなところは。言ってしまえばね、プレー、容姿、性格、その他なんでも。あるないっすね。ない、はい、もう嫌われてるよ、はい、まずいっすね。まずいっすね。嫌われてるの。結構なんか見てて面白いんだけど、ウッチーとにブワー言われるやん、シュンってするやん、うん、なんなんその感じの言うくせに結構なあ。え、今も今の考えです、頭の中でぐわーって回ってる。適当に返してくれ。無理です、頭回ってない。なんだそれ、守りきれないの。いや、喋んないですよね、基本ん。ほんとにずっと、うん、高校、中学校かな、うん、言われてるんですけど。え、そんな昔から。もうサッカーの試合中は練習中、うん、全く喋んないですよ、うん、サッカー中めっちゃ静か。もう無言で、うん、多分どんだけ「おい元太!」って言われても、もう例えば湘南の時でも、うん、いろいろバーって言われて、うん、愛媛の時もバーって言われて、うん、言われてももう言わないんですよ、うん、自分出さないんですよ、うん、でも徳島来ても例えばいろんな選手にバーって言われても、うんうん、もう言わないんですよ。で、練習終わった後、喋る。一応、でも要求しろっていうのは。それ言わしてもらったらさ、この前だけどさ、誰だっけな、ザビかな。お前、ちょっと言葉わからんやつにはめっちゃ言うやん。ああ、そう。あれなんだ。だから、やばい。普段でも、だから自分しか知らない内容とか、その、相手に伝われへん。これ良くないですね、今の。いや、良くないよ、お前。だからね、喋ったことに対してなんか多分評価を気にするから。いや、多分ひどいやろ。チャキって言った時、チャキ行けって言って、なんか全然聞いたことないの、ゲンタのそんな声聞いたりとか。あれなんなん、誰にも伝わへんよ。まあ、よくないっすね。本当に変えないといけないっすね、ここは。自分でも分かってたの。いや、でも、なんかそれを、それでずっとやってきてたんで、うん、直そうとも思わないですね。なんか特に、ただで勝ってる時の公式戦で、うん、ラスト5分とかは多分喋ります。もういろんなもんがちらついてきて、はい。俺もう俺練習試合やってた時に、うん、なんか僕それこそ最初の頃する、うん、練習試合、はい、練習試合ばっかやってた時に、もう現代その時も全然喋ってなくて、うん、試合中結構なんか高ぶった時とか、うん、なんかもうちょっとで勝てるって時とか、うん、なんか点数取って勢いいい時とか、たまに声出すんですよ。あ、現代が。はい、うん。一回セットプレーの守備の時に、うん、いきなり。なんか集中しようってなんかみんながこう言った後に、ゲンタが一人で晴れてきたよって言ったの。全然関係ないこと言ったこいつと思って。でも高橋ってなんか言いたかったけど、言うことなかったから、晴れてきたよって。ふざけんなよ。で、俺ゲンタ見たんですけど、めっちゃ真剣でしょ。だからダメで、ふざけてないです。覚えてる、覚えてます、多分。結構言ってるんですよ、いろいろ。じゃふざけてるじゃん。監督見てるよとか。うまい。まあ、でも監督見てるからしっかりっつって。あれはマジでよ、マジびっくりした。さ、もう来て最初にはこいつが変人やって認識したと思います。あ、それ。はい。え、お前。そんな言うね。言うね。そんな自信持って言わない。あれ本当におかしい。まあ、そうっすね。まあ真剣に向き合ってんすけど、サッカーに。うん、いや、向き合ってたその。それ向き合ってんすけど。やっぱあくまでそのスタイルやってきたんで、うん、要求はされたら言うんですよ、自分からあんまり。喋れって言われたら喋るしみたいな。そう、うん、トレセンの時もそうでした、うん、そんな感じでやってて、だから自分から言うのは
あんまり言わないですね。さすがにちょっとやばい、なんか、いやこれはおかしいやろっていう時はちょっと言いますけど、うん、ちょっとやそっとのことではあんまり言わないです。言われたらちゃんと言いますけど。お前なんか結構喋りそうなキャラに見える。絶対サッカーの時は喋れないです。多分みんなはそう思ってますよね。ゲンタはすごい賑やかにして、そうそうそう盛り上げてんじゃねえかって思われてる。審判とかに言う。絶対思ってる。審判とかもうめちゃめちゃ言う。審判には言うけど。何してんねんとか。聞こえないぐらいだろお前。絶対聞こえへん。何してんねん。ちょっと小言で何してんねんぐらいだろ。言う。それ気づいてんのデュージ君ぐらいです。デュージ君の練習中とか最後の客サイドで今一緒で待ち合わせた時に客サイドで何かあった時に何してんねんって言うのデュージ君がそれ言うなってやめろよデュージ君してるデュージ聞いてくれじゃん何、はい、もうちょっとじゃあ公式でねやめてな、うん、公式で、ね、公式は結構喋るんですよ意外とね、うん、意外とねって結構喋るんですよさすがにただ、決定とか、コーチングは安いです。決定裏切れとか、ああ、戦術的なっていう。ギラギラ前にとか。でもね、あんま切れんかな、やっぱ。んあんま切れないです。切れない切れない。怒んないってこと、うん、確かに。ただ、まあ、ちょっとエグいマーク外したときとかは、何してんねんって人の名前言わんけど、うん、こっち見ながら、何してんねんって言うかもしれない。お前、それは。誰か分からない。分かんないから、今、そんな感じです。逆見ながらね、うん、言われた逆見ながら、なしじゃないしてんちょっと悪口じゃん、それもそれは、ね、そう指示とかじゃなくて、それダメだよくないっすだから流れはないっす流れはないね流れはない、こんな感じはいいつもこんな感じじゃないいつも流れ作ってんすかいつもは一応流れがあって、まあニュースとかを伝えるんだけど、ちょっとでもなんか流れ作っちゃうと思わないでずっと思わないじゃないですか急に面白いカチカチの時もあるカチカチのなんか絶対思わないですよカチカチで俺が手出せない時もある。全然。うん、はいはい。ケン君がもうそんな感じ。ケン君がもう。もうだからもう、正直もう前回名前変えようかぐらいになってたら、岩尾の部屋みたいな。なるほど。岩尾ニュース岩尾の部屋になりそうなところから今回僕一人でやらせてもらってるんで。本当に。よっしゃ、行こう。はい。なんかありますもうサッカーの話ですか、また。じゃあ、サッカーの話も結構似たような質問が多いし。いろいろありますけどね。じゃあ俺が聞いていい？プライベート何してる？プライベート結構聞きたい人多いと思うんだよね。プライベート、うん、川田とか何してんの？何してる？休みの日とか練習終わりとか練習終わりは基本的に寝てますよね。寝てる？はい、家で、はい、前回なんかタムが来てくれた時はパン屋で見かけたみたいなそういうのがあったのそうなんですか？俺はもうだからそういうのがあったりするんだけどまあそれで言ったからもう練習終わって泡っこいって昼寝して、うん、夢タウン行って終わりっす。夢タウン行ってんの？はい、夢タウン何してんの？週4、週5ぐらいで夢タウン行った。夢タウンどこにいんの？飯屋とか。ああ。何も買うも買うもないのに2回うろうろしたとかします。練習終わって、昼食べて、寝て、はい、寝て夢タウンで飯食べ行って、はい、うろうろして、うろうろして終わり、まあまあ、誰と？一人っす。一人、うん、誰かの時もいますよ。あでも結構俺一人で夢タウンいます。夢タウンで一人でブラブラするの？はい、ペット見たりしてますよ俺じゃあそこに行けば川田に会える。そうそう、イメタンウロウロしたら多分いますわ。変っすね、変っすね。水野のジャージ着てる。変だね、はい、変人だね。明らかに 変な格好したやつが一人ウロウロ。目立たない？目立つと思います多分。これ結構声かけられる？いやでもあんまり俺全然声かけてもらっていいタイプなんですけど。しっかり伝えてくるじゃん。はい、もう全然いつでも声かけてください。俺一人なんです。誰かといたらなんか他の人にも。何その前に。声かけ OK タイプですか？俺全然。え、ゲンタダメなの？え、OK タイプ先に来た。全然あ、OK なんですか？うん、お前違うじゃんその感じ。え、俺結構 NG 系ですね。もう結構声かけで、最初キヨ君と、うん、俺と、うん、タケルと3人でこう飯行ってる、うん、ずっと行ってる時期やったんですよ、うん、その時にサポーターの人に、うん、すいません写真撮ってもらっていいですかって言われたんですよ。でも、キヨ君が、うん、いや、今はちょっとプライベートなんで、なしで言ったんですよ。瞬間に、よく言ってくれた。何がやるの？恥ずかしいの？いや、だからそのもう、何もおめかししてないの？そう、おめかししてないし、もうなんかその、ゼロの状態の時に、うん、
全く知らない人に話しかけられても何も響かないですね。響かない。クソやろよ。クソやろよ。その時にキヨ君がビシッと言ってくれて、あ、キヨ君さすが気合うわって思いました。タケルは？タケルは、いいとりますみたいな感じで。いや、俺も多分そうなっちゃう。いや、でも俺ももしタケルが2人とみたいなのが2人で行ったら、多分取ってました。キヨ君がバシッと言ってくれて、お、言ってくれるんじゃんと思って。なんでそんな嫌なんだろう。キヨ君はもうバシッて、すいません。俺だからもう、はいはい、オフはオフですけど、だからそれでいいならどんどん来てくださいって感じになって、別に、はいはいはい。じゃあだから変わったと写真撮りたかったら、もうイメタンウロウロしたら、ウロウロしたら撮れます。これ分かりますよね。もう結構、まあ分かれると、分かれる。だから俺寛大、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 寛大じゃないな、そういうの OK っていう、もう、まあ、人が大好きなんで、俺喋るのが大好きなんで、別にどんどん声かけ、でもその代わり服もダサいし。こんな俺でよければこんなんで、あ、いや、もしかしたら俺はもうさっき そのサッカーの部分から来てるかもしれないですね。今の部分がやっぱその喋れないとかいう部分が、そのプライベートでも、いや、喋りたくないんで感じなのかもしれないです。絶対そんなキャラじゃないじゃん、顔からしたら。でもゲンダーって、ゲンダーと俺二人で歩いてたらもう声かけてもらえへんくなるやん。確かに、やばい。あ、川ちゃん、ラジオで言ってた、ゲンダーのケンタだみたいな。いや、まあまあ、いや、カバ君とかだったらいいんですよ、別に。そっちにいてくれるじゃないですか。うん。それなんか、一人とかの時とかは、絶対やめてほしいです。緊張するってこと？いや、もうちょっともう、あんまり、喋ることで体力使えてくるんです。緊張するどういうこと？もう、しんどいんですよ。だって、じゃあ、おもてなですみたいな感じで喋るじゃないですか。おもてなですか。ただ、その会社同士ないと。喋り出して、じゃあ、どのタイミングで帰ればいいのとか。だから、あれじゃないですか、緊張してるんやろ。そうね、なんか、どのタイミングで帰ればいいみたいな。そろそろ行きますっていうのが嫌なんですよ。わかります？あ、そろそろ僕、用事あるんでみたいなのが嫌じゃないですか、言うの。いや、俺それ嫌なんですよ。俺何でもかんでも言うからね。もう急いでたら、あ、急いでるから5秒だけやったらいいよとか言う。そういう感じでいいじゃん。いや、沈黙すんな。違う。まあそうっすね。そうなんだ、なんだよ。うん、まあシャットアウトしてほしいです。シャットアウトしてほしい。閉じたい会にやる。え、もうここでグラウンドとかではファンサちゃんとできてんの？ああ、まあ大事よ、会話できんの。ゲンタって呼ばれたら行きます。聞こえたら、ああでも俺も会った時は名前は呼んでほしいですね。分かってないのに、ああって言うより、なんか、あ、川田選手、握手ください、写真撮ってくださいって言ったら嬉しいです、僕は。あ、分かってもらえる。結構、あ、みたいな感じで指さされるけど、そう、それやと思う。別にこっちから行くのもなんか変やし。分かる。気づかれたと思っても、あれと思うけど、おうってなるし、それならもうガッて言ってくれた方が、ガッてもう、そう、あ、ホールしてるから、そう、話したいですって言われて、もう俺は忙しかったで、あ、ごめんなさい、忙しいんでまたって断れるし、これよ、頑張ります。多分無理な、絶対無理、お前じゃ無理だな。でもあれ嬉しい。ああいうなんか練習場とかで、この前見ましたよとかはちょっと、あ、本当すかみたいな。それが嬉しいの？そういうのが嬉しい。変更やん、やっぱ。喋ってもらったらいいってこと？ああみたいなんで、ちょっとお前が主導権握っちゃったら無理な。まあちょっともう、向こうからパッて言われて、あ、あんまり喋りたくない。なんだこれ。まあいろいろありますね。なんだこれ。だって人と一緒にあんま住めないですね。多分。住めない。そこに発展するのに。だから人が無理ない。まず、寮とかも、もしかして共同生活ももしかしたらあんま、どんな、まあもう、でもユースとか、あの、個室やったらユース、僕一人部屋やったら、一人部屋やったら、多分二人部屋とかやったらなかなか結構共同生活無理なの。でも結構やってこない、今まで。ジュニアユースとか、ジュニア、中学生、高校生とかで、遠征とかですか？うん、遠征とか大丈夫です、帰れるじゃないですか、いつでも。あ、ずっと住むってなったら、そうそう、長期的に長いので結婚できないってことじゃん。じゃあ結婚感聞く？そういう話よ。全然ちょっと脱線するけど、でもまあ好きな人はちょっと嬉しいかも。そういう恋愛系とか結婚系とか、結婚感の話どうぞ。結婚をちょっと語ってください。それカットしてるのに結婚感の話でいいんですか？いやいや、俺喋んないから。じゃあ今から、もうあんま時間なくなってきた。じゃあ結婚感の話、結婚を語ってください。結婚を語る、結婚をどう思ってるか、結婚についてどう思ってるか。結婚したい、選手という立場で。結婚したい、いい年や。そうですね、はい、やっぱ周りも結構もう結婚してるんで、ね、でもな、語るっつってもなんかやってないとやっぱ分かれへんから、
でもしたいなとは思います、うん、でも今の話聞いたら無理じゃん、共同生活しないと。そ、好きな女性でも無理なの。結構厳しいかもしれないですねでもやっぱ、でもちょっとやっぱそういう経験はしてないんで、一緒に住むっていうのを、うん、そういうのをしてみたいなと思いますね。だどうなるのか自分が見てみたいです。一緒に住んでみて、住んでみて自分の変化を。そう怖いわ怖いわ、かけんや、相当相当癖あるんかなみたいな。いや絶対あるでしょお前、こだわり強そう、うん、まあ掃除とかいろいろありますね。掃除する？掃除はもう結構しますね。結構する？結構しますねもういろんなとこします。もうお風呂にしても、うん、普通や。いやもういろいろ全部全部っす。排水やっちゃうんですよ全部。毎日どこでも排水全部やっちゃうんです、うん、毎日じゃない、コケとかないです。これコケは誰もないわ水垢とかじゃない水垢、コケやったらね、もう全部コケって分かってる。トイレとかもめっちゃ掃除するんですよ俺、うん、家の、うん、素晴らしいと思います俺。いいじゃんそれ。逆にだから奥さんからしない。あ、でも俺しないですよ。結婚したら結婚とかしないですよ、絶対しないです。え、掃除好きやのにした、きついしない。そういうのは全部もう俺多分昭和なんで、考え方が女性定食感も女性キッチンには立ちませんっていう。そうただお前男は入るとこじゃない。もう完全にこのラジオで嫌われるんじゃん。はい、女性って感じ。お前嫌われるぞ。完全昭和っすねそこは。今日で、でもそのトイレの綺麗なとかは求めるってこと。求める。俺と同じ掃除レベルを、掃除レベル、洗濯レベル、うん、で食事はできないんで、そこ もちろん求めますけど。全部じゃん。求めます。お前嫌われるわ。はい、お願いします。今回の放送で嫌われるね。徳島県民の方から。湘南サポーターの方も見てるからね聞いてるからまあだからちょっと結婚はしたらどうなるかなと思いますよ俺は。できるのかっていう。いや逆にちょっとして変化見てみたいね、うん、どうなっていくのか。そうっすね、楽しみにしてる僕のリリースが出た時はちょっとついに踏み切ったかっていう。すごい女性がいると思う。すごい俺を受け入れてくれるエグいやつがおるっつってそうお前の結婚観で終わっちゃうよまあまあ、今回ケン君なしでやってみましたけど、だからまあ一旦逆に面白いです、ね、ブレイクタイムっていうブレイクタイム、はい、たまにティーブレイクで、はい、そんなガチガチやってたの本当に。もちろんニュースは、まあ、ガチガチでもないけどやってましたけどね。まあ今日はこんな感じでリラックス会っす。また呼ぶかもしれないんで、はい、その時はまたどんどん掘っていこうと思うんで、はい、まあ、今回はいろいろプライベートを重視で、はい、まあ、サッカーもちょっとでやらせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。